ひみこの章。左下がバイキングレストラン。中央が田灘。右上が倉橋溜池。溜池すぐそばの公園は、ひみこの章とは無関係。大和桜井に売却される前の敷地。2008年5月撮影倉橋溜池前景。赤で囲った部分がひみこの章。緑で囲った部分が赤坂天皇山古墳。奈良県内の位置地図。 山和桜井弥子の賞は、かつて奈良県桜井市倉橋にあった農業公園型テーマパーク。2010年3月に農業再生法人、山和桜井によって開設されたが、営業不振によりわずか7ヶ月後に閉鎖された。同年10月より再建者が設立した株式会社倉橋が運営者となり、倉橋農村公園弥子の賞として、 再オープンするも2012年5月30日に閉鎖された。桜井市との土地売買をめぐるトラブルが問題視され、支払い能力のない事業者と安易な取引を行った姿勢が批判された。桜井市の倉橋ため池西班の桜井市所有の面積3万1430平方メートルの有給地が用地となった。 この土地は山に挟まれた農業に不適な土地であったが、1994年に当時の長谷川明市長が大型公園用地として4億円以上を投じて先行取得したものの計画が頓挫し、その後簡易保養施設を誘致しようとしたが、これも失敗に終わり、以後は桜井市土地開発公社が保有する塩漬けの有給地となっていた。 倉橋溜池の南側には、倉橋溜池ふれあい公園という市営公園が2005年に整備されており、溜池を眺められる木緑道や、浸水設備、芝生広場などがある。倉橋溜池を支える倉橋防災ダム近くには、須春天皇が葬られているとされる、赤坂天皇さん古墳がある。桜井市の目的は、この10年以上塩きになっている土地を民間に売却し、 地域活性と農業復興に役立つ事業を実施させることであった。桜井氏の呼びかけに対して、愛媛県西条市の農業型テーマパークを数多く手掛けるファームの久門渡るが応じ、久門渡るが桜井氏に現地法人として農業再生法人、山戸桜井を設立し、久門自身が代表に就任した。当初は事業主体が株式会社ファーム、 運営主体が大和桜井という形態であり、大和桜井が農業経営改善安定化計画及び農林業等活性化基盤施設設置事業計画を桜井市に提出した。桜井市は経営には関与しない方針であった。当初の構想では倉橋ため池を望むおよそ4ヘクタールの土地を取得し、2ヘクタールを棚田として活用し、 残りの土地にレストランを中心に農産物を直売する市場や和菓子などを製造する食品製造施設大規模駐車場を設ける予定であった。後ほど農産物加工のために建物を追加で建設する計画もあった。周辺農家とは古代米や雑穀などの栽培契約で作付け保証を行い新しい付加価値農業を展開していくプランで二ヘクタールの 棚田では古代米の栽培を行い、3年目で30ヘクタール、5年目で50ヘクタールまで拡大し、周辺農家の協力で全国に販売を拡大する計画だった。これらの事業は特定農産村法に基づく奈良県の巨人化事業であり、地区の農業振興や有給農地の有効活用、観光の振興、雇用の創出が期待された。来場者は、 年間70万人を想定した。桜井氏は、大和桜井へ2億円で土地を売却する契約を結んだ。資金として、大和桜井は6億円を金融機関から借り入れる予定だったが、予定した借り入れはできなかった。2009年8月、クモンはファームの社長を解任される。それに合わせてファームは、本計画からの離脱を図り土地売買の 連帯保障からの脱退を迫るが、当時の谷翼明弘市長はそれをあっさり認めてしまう。これによって本事業は山和桜井による単独事業となってしまうが、市は特に対策を講じず、その後の推移を見守ることになった。施主は山和桜井、設計は機体設計、施工は正常建設、土地の造成は御所高さんが担当し、 農林業等活性化基盤施設として2009年11月に着工された。中心となるレストランは木造平や約1100平方メートルの大規模なものでバイキングレストラン山の辺と命名された。このレストランでは古代米や山和野菜を使った料理を振る舞うとされていた。古代のチーズ、その実演販売や売店、体験型ブースがあった。魚介類は 三重県熊野市から直送した。ウサギヤギ、羊、子牛が飼育される触れ合いコーナーも設けられたほか、ヒミコトレインと呼ばれるミニ連車やアーチリー場、スワンボートなどもあった。入園は無料であり、施設内の販売収入で賄うモデルであったが、週末には、園内で使用できる金券と引き換えに駐車料金を課金する時期もあった。バイキングレストランのテラス席からは、 園内の棚田を見下ろすことができた。2010年3月20日にオープン。しかし予想された来場者数より実績数が大幅に下回る事態となり資金計画が頓挫した。1日平均の来場者は1700人を予定していたが、来場者は予想の1、3以下の500人程度に止まった。レストランは古代米や山戸野菜を使った料理を振る舞うとされていたが、実際は 洋食中心のメニューであった。業績低迷を受けてレストランは地元の食材を使った田舎料理も取り扱うように改善を行った。また、花火大会や地元出身演歌歌手の西本誠氏を招聘してのイベントを開催した。また夏場は営業時間を延長して20時30分までの営業とした。またバスツアー会社に営業を行い、 バスツアーに施設を組み込んでもらい、昼食を兼ねた休憩場所として、施設を利用してもらうよう働きかけた。時には、北海道フェアを開催するなど、設立趣旨と乖離した運営を行った。桜井氏と大和桜井の土地の売買契約は、土地購入代金2億円を数年かけて5分割で支払う異常な契約であった。ところが、大和桜井は、 開園前の2009年10月の第1回目の支払い1000万円から支払いができなかった。開園後の第2回目の支払いもできず、市は大和桜井へ支払いの特則を通算4度行った。大和桜井の区門は市の特則に対して最近は団体客も増え経営も安定している。代金は2010年中には払わなくてはいけないが時期については 市と相談したいと話したが、経営不振の根本的な改善はなく、開園後のわずかな7ヶ月後の2010年10月に、事実上施設は閉鎖された。大和桜井は結局桜井市へ、土地の購入代金を一度も支払わず、全額滞納された。土地の登記も桜井市のままで変更されておらず、建物も未登記で、固定資産税さえ課税できない状態であった。 クモンは入院したとされ連絡が取れなくなり、やがて、ヤマト桜井にも電話がつながらなくなった。2010年11月25日、桜井氏はヤマト桜井との土地売買の契約を解除した。卑弥呼の章を開設するにあたり、ヤマト桜井は、市の所有地だけでなく周辺の地権者からも土地を購入したが、その時代も適切に支払われることはなかった。 また建物などの施工業者への造成、建設費用も同様であり、施行した正常建設を筆頭に、総額4億2千万円が不払いとなり、この騒動の最大の被害者となった。正常建設は施行費の未払いを理由に、レストランなどの建物の所有権を占有した。ひみこの章は、倉橋、農村公園、ひみこの章に改名して2010年10月16日に、 再オープンした。大和桜井の実質的な再建者でもある、成城建設と御所講さんは同年10月に新しい運営会社として株式会社倉橋設立し、残された施設で営業を行った。駐車場を無料化に戻すとともに、レストランは価格帯を下げて農村バイキング料理を中心に取り扱うようにした。 敷地内の棚田での古代米の刈り取り体験などは、そのまま継続されたが、経営の主体は、広い駐車場とレストランを活かした団体ツアー向けの、休憩所的な運営であった。また、地権者である、桜井氏の了解を得た営業ではなく、債権者としての独断の営業であったため、私有地で民間業者が無許可で営利施設の運営を行う形となり、議会でも問題視された。 桜井氏は施設の明け渡しを求め、大和桜井と共に株式会社倉橋を訴えて土地の返還を求める裁判を起こした。2011年4月8日、桜井氏は敷地の明け渡しと土地の使用料を求めて訴訟を奈良地方裁判所へ起こした。この訴訟では2011年以降に同施設を運営していた株式会社倉橋も被告となった。 5月16日に第一回口頭弁論が開かれ、両被告側は訴えの帰却を求める答弁書を提出し、争う姿勢を示した。2012年12月10日に市側が勝訴し、山和桜井に土地の現状復帰と引き渡し、及び土地使用代金の支払いが命じられた。山戸桜井側は控訴しなかったものの、判決命令に応じようとしなかったため、桜井氏は 債権者による破産申し立てを裁判所に行い、強制的な資産整理に着手した。2015年9月7日、奈良地裁は大和桜井の破産手続き開始を決定し、同社は2016年4月に破産した第226号。負債総額は数億円とされた。倉和市農村公園卑弥呼の章は桜井氏の土地明け渡し訴訟での判決により、 2012年5月30日に閉鎖に至った。建設して4年にも満たない敷地内の建物も取り壊されることが決定した。卑弥呼の章をめぐる土地売買トラブルは当時の桜井市議会の懸案事項となった。山戸桜井へ土地を売却する際には議員から反対の声があったにもかかわらず市長がオープン直前の2009年12月に 市長権限で株式会社ファームを連帯保証人から外したという経緯があり、市自らがファームに支払いを求める道を閉ざしていた。そのファームも事実上連帯保証人としての効力は疑問視されていた。市への支払いも2億円を5回に分割して納付するという異常な契約で、議会や新聞では谷奥市長の責任を問う声が上がった。山戸桜井は、 この土地売買代金の2億円とは別に、桜井市に対して1億8000万円の寄付を分割で行うという申し出をしていたが、こちらも実際には市に寄付されることはなかった。この寄付金の1億8000万円は土地の購入価格の補填金とされ、合計の3億8000万円が市の希望売却価格であった。しかしその価格では、 本社のファームの決済が降りないため2億円の購入代金と1億8000万円の寄付という形に分割された。寄付とは本来任意のものであり、なぜそのような不明瞭な形で契約したのか、議会では契約に携わった関係者の責任が問う声もあった。奈良日日新聞は市が業者側の上記を逸脱した要求を呑みにしたことが問題であるとして、 谷奥桜井市政を批判した。市は、周辺地の地権者の説得にも関与しており、大和桜井との土地売買契約に応じるように、市職員が促してきた経緯もあった。結果的に市は、周辺地権者を無用のトラブルに巻き込むこととなった。塩漬けの土地に民間を巻き込んだ、新たな負債を加えてしまった谷奥市長は、2011年11月の市長選挙で、 元奈良県議の松井聖郷に2倍以上得票数差で惨敗し、一気のみで姿勢から去った。卑弥呼の省の誘致を担当した桜井氏、産業経済部長が退職後の2010年4月に、大和桜井に甘下りして役員に就任したことも、問題視された。谷岡明宏市長は、市の訴訟相手への役員就任は、誤解を招き、好ましくないとして、不快感を表明し、 市職員の再就職先について、規定の策定等を、検討指示を出した。この元市職員は、卑弥呼の省の事業内容を審査する農業委員にも就任していた。松井市長に変わった後も、土地の再利用及び売却はなかなか進まなかった。その原因の一つとして、山和桜井は、市の土地の他に、周囲の地主から買い上げたまま時代を支払っていない。 土地が虫食い状に存在し、その土地を不当占拠した状態で、卑弥呼の省が営業されていたことが挙げられる。市は予算を組んで、山和桜井に代わり周囲の地主に、時代500万円以上を支払って、用地取得し、土地の所有権の一体化を図った。2016年10月から11月にかけて、市は駐車場や建物がある部分の22,188。 平方メートルを公募型プロポーザル方式で競売を行った。2社から応募があり、2016年12月に社会福祉法人太陽の村が売却先として選定された。売却額は8857万1720円であり、この土地で任意の事業を最低10年間継続することが売却条件となり、その間は土地の転売も不可とされた。 当時まだ巨大なレストラン棟などの建物が残されていたが太陽の村はそれらを撤去して老人福祉施設グランビレッジ倉橋を建設したため池に近い側の棚田の部分は特定農産村法が影響する農心農用地という扱いだったことから競売にかけることができず桜井市の所有地として残ることになったこの部分は オートキャンプ場やバーベキューができるような施設の設置が検討されたが、特定農産村法による制約が障害となり、2019年現在も、転用用途の目途が立たず、荒れ地となっている。結局、この土地は、平成6年に市が4億円以上を投じて入手した、ものの16年間も塩漬けの有給地とした挙句に、のな計画で許可し、 工事を行った民間企業に数億円の負債を背負わせ、土地もわずか7000万円程度という購入価格の1、6の値段で手放すことになった。ありがとうございます。